新戦力はどこから補充？飛信隊、将軍地の増員ごと4つの可能性。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、飛信隊、将軍地の増員はどこから？について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。論功交渉前に、姓から呼び出しを受け、将軍昇格が内定した微信。今現在は、協会の3000人隊も含めて、飛信隊は8000人となっています。将軍昇格が正式に確定すれば、この飛信隊もさらに増員されて、将軍の軍になるはず。では、その際、飛信隊への増員は、どこからの兵で行われるのでしょうか。増員元の可能性について考察してみました。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ぜひ、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、虚無公平。まず、私が大本命だと思っているのが、虚無公平の残党です。元虚無公軍は、一部が、飛兵として、飛信隊に加わっています。しかし、残りは、ほとんどが、ヒョウコンの領土へ戻っていったと、各備から語られています。この領地へ戻ったヒョウコン兵が改めて、飛信隊に加わるのではないでしょうか。学来曰く、ヒョウコン兵は、多くの者が、微信のことを嫌っているそうです。その理由は、ヒョウコンと楽しそうに話す、微信への嫉妬というものでした。そんな状況ゆえ、3000人将以降も、飛信隊に加入する者は、ほぼいなかったでしょう。もちろん、一部は、通過で加入していたために、存亡の大きい批評が維持できていたはず。そして、李信が将軍になったことで、ようやく、兵庫兵のプライドと折り合いがつき、学来やからの説得もあって、飛信隊に加わるのではないでしょうか。主観平原での行軍との戦いの際、兵庫張りの反応型としての活躍を聞けば、喜んで参加する兵も多いと思いますしね。2、新兵募集。次に、最も可能性として高いのが、新兵の募集ですね。主海平原の前にも、飛信隊の強化策として、新軍砲兵から、新兵を1000人登用できる分のお金とお米が送られています。隊長である、李信は、今や、お雪の仇でもある、超三大天砲剣を打ち取った英雄です。外戦を見ても、民衆からの人気も高く、和平をすれば、多くの志軍兵が集まるはず。そもそもにして、前回の和平の際には、1000人の募集に対して、2000人の応募が来ており、兵のなり手は十分に存在しています。もちろん、この段階では素人の集まりなので、十分な訓練期間が必要にはなりますが、入隊試験を行うことで人材を厳選し、身体能力の高い水兵を集められます。他の軍の癖などが染みついていない分、戦術や忠誠心の面でも使いやすく、将来的な飛信隊の主力になるというのは疑いようがありませんね。3、将戦士の軍。あとは明言されないまでも、ありそうなのが戦死した将軍の軍を吸収することです。作中では、秦軍の職将たちが大活躍をしてますが、その裏で無念にも戦死している将軍も少なからず登場しています。例えば、打艦平原の前に戦死した国防や、エイビ、マコウなんかがそうですね。エイビやマコウのように、モンゴル軍や王戦軍など、より大きな軍の一員なのであれば、解体して、他の所属将軍の軍に振り分けられるという可能性が高いでしょう。しかし、国防のような独立系の将軍の場合、優先的に吸収する上位の軍はなく、その時々に応じて、必要とする他の軍へ解体、吸収されるのでしょう。あるいは兵庫兵のように、領土へ帰り、予備兵扱いになっているのかも。こういった将兵を吸収して、飛信隊に加える可能性は十分あり得ますね。ここまでが可能性が高いと考える、飛信隊への増員元でした。そして、ここからは、コメントなどでもいただく、他の増員元の可能性について触れていきます。4、サイの民。まずよくいただくのは、サイの民の加入について。合従軍での李牧軍侵攻を防ぐために、飛信隊と共に戦ったことがありましたね。さらには、反撃の官僚侵攻の際には、船と武具を用意して、飛信隊に合流しています。民からも、南壁を守った新隊長と慕われており、飛信隊への好感度もかなり高そうです。彼らは、新兵としての加入が期待できるという声が多いのにも頷けます。しかし、
私の考えとしては、サイの民の加入は、ほぼないのではと思っています。理由としては、まず、第一に、サイの民の忠誠心は、他の民以上に、大王である聖に向いている点です。そして、合掌軍事に老人たちが言っていた、関与の喉元の城の役目です。この2点を鑑みると、サイの民たちは、大王を守る役目を、非常に大切に考えています。ハンオキの侵攻の際は、大王たっての依頼であり、かつアートを守るための戦いだったために、喜んで協力を引き受けたのだと考えられます。けれど、ここからの飛信隊の戦いは、オウトの防衛とは、真逆の進行戦がほとんど、関与を遠く離れることが多くなり、サイの役割とは相反します。この点を鑑みれば、遠征が多い飛信隊に、サイの民が加わる可能性は薄いのでは。以上が、飛信隊の増員地に加わる可能性のある兵たちでした。他にも合掌軍前に救った小国、ジョの州の加入も噂されていますね。ジョ全体が飛信隊に加入、というのがさすがに難しいでしょうけど。州だけなら、外国人の投票を積極的に行うシーンであれば、十分あり得る話でしょう。とはいえ当時の見た目から年齢を考えると、まだ、あと数年は必要に思えますけどね。いよいよ、将軍の軍となり飛信隊も、飛信軍になるかもしれません。どんな面々が新たに加入してくるのか、今から楽しみになりますよね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。